はい、皆さんこんにちは、アジでございます。イースオリジンですね、やっていきたいと思いますね。ちょっとボリュームの方調整しましたね。背景、BGM がね小さくなってると思うんです。ちょっとね、これでどうかなっていうところあるんですけどもね。このゲーム音楽いいんですけど、ちょっと下げさせていただきましたね。すみません。でね、ボタンのね、調整はできませんでした。やっぱり X を Z と逆の方がいいな。で、あとね、キーボードやりにくくないですかみたいなね、キーボードは大丈夫ですかってやりにくいんじゃないですかっていうのはあったんですけど、私ね、88世代なんで、もうこれが抜群です。右手の天キーで方向、左手でアクションっていうのがね、もう88では定番なので、もうこれを引き継いでくれてたっていうのが私すごく嬉しいです、逆にね。ですから今の WSD でしたっけ、あれがね、すごく苦手。ただ Z と X を逆にしたいんですけど、それはうまいことできませんでした。台座には何かはめ込みそうなくぼみがあると。いやー、なんかね、この人ファクトさんでしょ。で、もう一人の主人公はトバさんの、新刊でしたっけ、二人とも。まあ、その、あれみたいですね。あれ？こういう場合は、インベントリーで、あらら。インベントリー、あら？インベントリーで、聞きましょう。ユーゴはリナの貝殻で呼びかけてみた貝殻からを。エウリアの声が聞こえるんですね。ユーゴさんどうしました？ユーゴは転送される部屋について説明した。なるほど、転送の魔法陣ですか。問題は部屋の中央に吸い寄せられる力をどうするかですね。こちらでも考えてみますので、もう少し探索を進めてみてくださいって。あれ？それだけかい？そうなの？あ、そうなのね。で、降りることはできない。あ、で、これか。ん？何かをはめる？はめるも持ってないよ。おう。あの特殊魔法ってニュートラルの時って書いてたんですけど、出ませんね。大体ね、何かはめ込むそうなくぼみがある。インベントリーとか出てこないんで、もうエスケープキーで選ばないといけないんですね、これ。何かを、クリスタル。あ、そういうことね。あ、クリスタルはどこでも使えんだね。これは、あ、展開が可能になると。まだ何もできません、ということですね。よいしょ。ああ、じゃあここはもうとりあえずこれだけ。おお、おお、怖い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 。おおおおおおボタン間違えまくってる。これだね。お、ちょっと喋ること忘れちゃう。大丈夫かい？ああ、いけたね。いやー、この段差なんとかしないとまずいね。相変わらずジャンプボタンと間違えちゃう。まあでもいけるでしょ。あ、あとこっちか。いや、違うね。これ戻っちゃうんだよね。おそらく。なんだよ。あ、溜めたの今。あ、違うか。たまになんか分からない攻撃出るね。どんな感じだろう。お、痛い。届くんだね。この落としたやつはしばらくしたら消えちゃうんだよね、確かね。お、怖い。
あ、でも経験値にはいいね。いい経験値になるね。はい。で、戻っちゃうね。あ、でもあれ使っていいのか。いいんだよね。うん。で、この間ガードは入ると、あ、で、この間はなくなっちゃうということね。おお、やばくなったら帰れと。あ、こっちも行ける？あれ？やばいね、道迷っちゃったね、これね。やばくなったら帰りましょう。あ、そうそう、あれがわかんないの。あの、イカズチみたいなのがね。ニュートラルで出るって書いてたんですけど。ちょっと待って。あ、レベルが上がったのか。おお、おお、おお、お、倒せたね、とりあえず。いやー、おっと、やっぱり半歩をずらすのはありなんだね。半キャラ分ずらすと、あの敵にはこう食らわないと。あー、なんか来たよ。もう扉は固く閉ざされている。特に鍵穴のようなものも見当たらない。あ、すいません、ちょっとね、梅紅茶いただきます。あったかいわ。あ、でも本当曲も懐かしいね。まだ操作に慣れてないところが。おっ、何もなかったんだね、ここは。これじゃ帰っちゃうんじゃない。おおおお、え、何食らってたの、そばに。斜めで固定する。あ、天気斜め、すごい。1379で斜めに行けるわ。あ、これはいいね、攻撃するときは。あら、これ戻ってるよね。あ、でも、おお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 お、使おう。あれ、 C ってなんだっけ。あ、そうだ、風だ、忘れてた。魔法だったんだ。え？なんだい？お、危ない危ない危ない。うん、何が入ってたか分かんないね。あ、で、これ乗ったら上に戻るのか。お、すごい。今出たけど。ちょっとまだはっきり分かってないね。よいしょ。お、宝箱。あら、ここ来てないところかな。うん、はい、結界のスキルが強化された。お、スキル強化アイテム、スキルの強化アイテムである宝石とその効果を説明します。対応属性、各スキルに対応する宝石を入手することでそれぞれのスキル攻撃が強化されます。エメラルド、風属性スキルを強化します。トパーズ、雷属性スキルを強化します。ルビー、火属性スキルを強化します。宝石の効果、対応した宝石を入手するとため攻撃が可能になり、入手するごとにスキルゲージの回復速度とスキルの威力を増していきます。おお、
これなんだろうね。あ、これは風か。ああ、なるほど。いやー、本当にもう時代だね。てっきりこれ元に戻ると元に帰ってきてると思ってたんだけど違ったんだね。ん？これは？違うね。で、こっちも違うね。こっちか。あ、一度行ったとこ持ってきて出てこないのかな。それはちょっと困るね。うわ、綺麗。お、あ、アルコムさんはやっぱり多重スクロールだよね。あ、なるほど、すごい。あの神殿の外壁だ。外壁というか周遊、周遊じゃおかしいか。あの外の周りを組んで廊下だね。あったね、イースワンでも。蒼月の刻印を手に入れた。わ、謎の声、ハニャララ、ハニャララと。な、な、なにあれ。な、なんだこいつは。え、魔物？いや、それにしては、そっか、聖獣ルーの慣れの果てか。慣れの果てね。発生した正気を受けて魔物に変化したんだな。哀れといえば哀れだが、もし襲ってくるつもりならと。ああ、ほにゃほにゃほにゃらら、ほにゃ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 らら。え、何を言ってるのかさっぱりだ。リコのやつがここにいれば話が通じたかもしれないが。お前腹が減ってるのか。ほにゃ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 と。当たりみたいだな。いや、でもお前の食べるようなものは何も持ってないんだ。悪いが先に行かせてもらうぞ。ほにゃほにゃこういう場合は聞きましょう。これなんだろう。上弦の月が刻まれたプレート。そう、双子の月の一つにして秩序を司る蒼月を象徴している。ほうほう、使っても何もなりません。はい、使いましょう。ユーゴはリラの貝殻に呼びかけた。エオリアの声が来るね。ユーゴさん、どうしました。ユーゴは転送される。あ、あらら、そっちの話なのね。変わっていません、内容はね。これも開けたよね。おう、おお、今、あ、そっか、2階で何かするんだね。あれ、なんだろう、ここにあるね。攻撃長押しスキル使用。あー、ダッシュ常に使用。ちょっと違うよね、まだね。あ、間違えちゃった。よくわかんない。で、戻るのかい。あー、あそこにはめるのか。敵さん復活してく、あ、復活してよかった。結構ご利用していけますね。うん、しかも都合も復活してるわ。おお、いたいたいた。おお、さらに、ちょっと待ってね。魔法使っちゃった。ちょっと待ってね、待ってね。よし、で、こうだね。よし、あ、使えない。そうだ、まだ溜まってないんだ。さあ、おっと、しまった、しまった。あ、半分ずらしとけばいいんだね。あ、食らった？あ、そうそう、あれ、あれが出し方わかんない。ニュートラルなんだよね。ニュートラルっていうタイミングがわかんないね。今これニュートラルでしょ？
止めたのがニュートラルでしょ。あ、なんか上がっちゃったね。あ、そうだ、あれだっけ、 V キーだね。で、この上に行ったら女神像があると。はい、一応ね、半分ずらして、うう、背後からね。こっちだね。おう、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 全然違うとこ行ってる気がするんですけどね。ああ、お、彼ら飛ぶんだね。おっと、おお、つい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 欲が、おっと、これでいいのかな。よいしょ。あ、振り向いた時に、なんだ、振り向き際に出てるね。今のところ振り向きざまに出てる感じがしますね。お、あ、すぐ死んじゃった。すぐやれちゃいましたね。よいしょ。こっちは二段ジャンプはできないんだね。レベルまた上がった？上がったようだね。ほう、おお、おお、おっと、危ない、危ない、当たってんのね、一応ね。今がレベル何個だろう、あれね。あ、いやいやいや、当たりに行ったりはね。ちょっとするとあれかな、天気でやると難しいのかな。あー、これやばいね。全然わからなくなってきちゃった。今どこにいるか。あー、機動性が高いとああいう敵から逃げやすいのかもしれないね。あ、じゃあね、ちょっと良くなったかな。この辺で終わっておきましょう。いいっす、オリジン、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。